次元の狭間を流れていく中で、僕は改変されていく世界を見た。エリカが言った通り、そこはデジモンたちのいない世界。エデンという電脳世界もまだ誕生せず、ローカルなネットだけで人々が生きていた世界。僕たちの冒険が、一つ一つ、消えていく光景だった。なぜ、誰が、どんな決断でこんなことをしたのか、僕たちはただ、これまで通り、その大きな流れに従うだけなんだ。でも、その光景を見つめながら、僕は心に誓った。決して忘れないと。エリカのように、あがいてみせると。僕たちが戦った記憶を、すれ違い、もがいて、積み上げてきたものを手放したりしないと。エリカがした選択。エリカの新しい姿を。最後の、あの笑顔を、覚えていてみせる。絶対に。絶対に。